アッカデミア橋からサンタマリアデッラサルーテ聖堂を望遠するカナルグランデの眺めカナルグランデカナル。グランデはイタリアベネツィアの運河。大運河の井で創薬されることもある。S 字にカーブを描いており、街を二分している。世界文化遺産に登録されているベネツィアとその方の一部である。ベネツィア本島を北西から南東へ貫き、 本島とジュデッカ島の間にあるジュデッカ運河と合流する。長さは約 3.8km、運河幅は3 0メートルから9 0メートル、平均水深は5メートル。カナルグランデには4つの橋がかかっている。その中でも最も古いのが16世紀半ばに建設されたリアルト橋である。鉄道駅の近くのスカルツ橋とアッカデミア橋の2つは1930年代に、 相次いで建設された。そして、駅前広場と、ローマ広場を結ぶ四つ目の橋、コスティッチオーネ橋が、建築家サンティアゴカラトラバの設計により2008年に建設された。カナルグランデには、水上バスの航路があり、停留所は、ピオツァレローマ、フェロビア、リーバデビアシオ、S、マーケラ、サンスティ、CA 道路、リアルト、サンシールベーストロ、サン、アンジェロ、 サントーマー、CA、リツオーナコ、サンサーブエレ、アッカデミア、エスマリアデルジリオ、サルート、エスマルコバルレッソとなる。シルクロードの今を行く、ベネツヤア大運河1、アフップブニュース2008年9月5日、ベネツヤア運河に4つ目の橋完成も、不評で、落成式は、中止に、ありがとうございます。